気持ちいい乗り物ってなんだろう。走りが一番、操作が楽、車内が広いこと。広いと気持ちいいね。じゃあ車を大きくする？それじゃあ知恵がないよね。大きいよね。エンジンを小さくしよう。できるかな。試してみる。ガソリンタンクも大きいよね。タンクは小さくできないよ。いやいや、薄くならできるはず。薄くなれば置き場所も変えられる。置き場所が変われば室内は広くなる。ここは？こっちは？お、あ、真ん中に入る場所がある。エンジンも小さくできた。おお、広くなった。機械が小さくなると気持ちいいが大きくなる。N シリーズ、軽自動車の気持ちいいを考える。エンジン、タンク、全部をゼロからやり直す。天から車の世界を変える。新しい日本の乗り物、 N。 ニューミッドコンセプト、バイクの気持ちいいを考える。新しいエンジン、タンクが小さくなった。位置も変わった。気持ちいい走りがみんなのライフスタイルに。ホンダの新しいバイク、ニューミッドコンセプト。さて、 EV はどうする？気持ちいい EV を作りたいよね。やるならよそにないものにしなきゃ。ホンダらしいアイデアが入った。車じゃない乗り物も考えよう。小さければ運転しやすい、マイクロコミューターコンセプト。コンセントを使わずに実験。気分に合わせてカスタマイズ。友達と乗れたらきっと楽しい。スマホで街とみんなとリンクする。欲しい。乗り物が携帯できたら気持ちいい。ただのバイクじゃない、新しいデジタル家電、モーターコント。かっこよすぎる。あれ、あのバイク、
しめる乗り物、タウンウォーカー。 I love it。ガードでビデオ上げる。EV の充電が減ると不安になる。充電を気にし。電気の時代になっても走りの楽しさは変わらない。ホンダは加速する。人間の気持ちを中心に、ホンダはいろんなアイデアから気持ちいい未来を作り出す。人が使うものだから、ホンダは人間を研究しています。人間の気持ちって何だろう。すげえ。Just like girls. I guess it's fun too, but you know, it's different.